さんの声小さいかもしれないんですけど、はい、暑いです。とても、これ長袖なんです。さやちゃん真顔でフリーズしてた、すみません。はい、ということでですね、私テラヒナルームも見ております。そうなんです、テラヒナ、あ、逆に声大きい、あ、すみませんすみませんね、すみません、申し訳ない逆に声大きかったなんて知らなかったです。あ、よかった。そう、あ、そうなんです。今日はね、あ、私今テラヒナのルームもね、あのタブレットで見てるので、はい、地雷最高。そうなんです、今日はですね、地雷メイクをですね、私がインスタグラムの質問箱、あ、そうか、よし、もうちょっと静かめに喋りたいと思います。あの地雷メイクをやってほしいっていう風にね、あのなんか言ってもらっていたんですけど、あ、ボリューム満点です、すいませんはい、あのですね、あんまりちょっと声の大きさの大中小っていうものがあんまりなくて、あ、来ました、こんばんは、こんばんは、暑い、はい、ということで、こんばんは、こんばんは、早くメイクしたいと思います。顔がなすぎてやばい、顔が眠すぎてやばい、うん、あ、そう、はい、やろう、教えてや、さら地雷メイクしたことないんだもん。え、何もしてないんだよね、まだ餌もしてないよ。そうだよね、やりましょう。え、でもテッピンもそうじゃん、髪の毛切って初めての地雷メイクでしょ。そう、そうなの、ずっとロングだった。ほら、やっぱちょっと違う地雷が見えるっていうことですね。そうなんですよ。はいはい、やっていきましょう、やっていきましょう。前髪止めます、前髪止めます。さあ、前髪止めるピンはどこにあるのでしょうか。あ、ありました。何で止めるんですか。タキシードサムです。はい、私はキティちゃんでですね、はい、キティちゃんが亡くなって、1個亡くなったので、ポムポムプリン、こちらの何でハンギョドン、いいね、いきます、オッケー、また適当に下地を塗ります。いやー、下地オッケーあら、さらほど、あ、それでも最初の頃はテラヒナのメイク道具の中身を全部真似してたぐらい、テラヒナのメイクでもめっちゃ持ってるよね、サラ、私の、うん、多分初期のテラヒナのね、コスメは全部持ってるぐらい、わかる、持ってます。だってこれとか持ってるでしょ。どれ、うん、持ってるいや、可愛いから、それは、そう、なんか珍しいコンビって言われるけど、そんなじゃないよね。うん、結構、正直、ね、結構仲いい方うん、そんな、なんか、お友達みたい。え、よくわかんない。嘘。お友達ではないみたい。悲しいよ。悲しいね。ん？おい。ほいなんです。おでこ。もう、適当に塗った。早くね？え、さ、天才ぐらい早いんですよ。あ、コラボは2回目ですね。そうだね。うん。一番最初にやったね、あの NGT で最初にやったね。私もサラが初めてやった。え、そうだよね、うん、だってできるって言った当日にやったんだもん。だからやろうって言って早すぎ、向きにやってる。え、マジで塗り終わったの早くない？テラピン遅いよ、ちゃんと塗った方がいいよ。わかった、もう直塗れ。もうね、わかんないんだよね。ね。はい。どうする？パンで塗る？何でもいいです。え、どうする？塗なくていいか。うん、何でもいいか。じゃあ、パウダー塗りましょう。何？パウダー塗ろう。はい。何ですか、パウダーは。パウダーはですね。はい。チョコって塗ります。え、待って、チョコって持ってる、持ってるでしょ。私これサラが持ってて買ったんだもん。そう
んだよ、逆転してんの、みんな。チャコットになります。チャコット。でもこれは、だいたいメイクさんが先に持ってたんだもんね。そうそうそう。これはめっちゃすごいよね。いい。はい、チャコット。ポーン。はい、チャコット。同じ顔してる、待って。すごい。ハンコ注射みたいだよ、これ。パウダーを適当に塗っていきましょう。YouTuber じゃん、うちら。YouTuber だね。でも全然ダメな YouTuber だ。うん、多分3回ぐらいしか再生されてないかも。やべえ。せえへん、やばい。やばい。再生回数が伸びない。もう、メイクなんて、地雷メイクって、何それ、わかんないよね。うん、ちょっと難しいです。もうなんとなく多分濃くしとけばいけるんじゃ。なんとなく、そう、そういうアドバイスをいただいた。すごい、私はファンデーションは小麦粉を使ってます。だって尊敬しよう。憧れます。リスペクト。私もこれからこちらのパウダーがなくなったら小麦粉を入れて使っていきたいと思います。はい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 、オッケーです。え、終わってたよ、サラ。早いですね、サラ早くない、工程すべてすべてに。やっぱそうだよね、適当。では眉毛いきますか。眉毛やってる、サラ。うん、ちょっと。でも、うん、テッ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 、なんかね、眉毛はね、しっかり描くらしい。描かなくてもしっかりしてるか。さら得意だよ、しっかり描くの。しっかり描いてこじゃん。うん、妹さんぐらいね、しっかり描いていきますね。え、どういうこと、ね、ないんだけど、さら、撮ったでしょ、眉毛描くやつ。は撮ったでしょ。あ、私もそれ、待って。本当に撮ったかも。だいたいこれ。これですね。めっちゃ汚い。でもさ、最近買ったから汚くないんだ。うぜえ。ごめんな。これは買ってもらった。はい、オッケー。早くね。そう、まだだよ。そうだ。あ、まだ。そう、これはね、でも全国の100億万人ぐらいのね、女の子がこれ使ってると思うよね。わかる、でも。だって、みんなこれだもん。うん、これじゃない人いないよね。うん。は、早く書くんだ。しっかりってどうやって書くんじゃのか。地雷っていう子ってどういうさ、口癖なのかな。わかんない。見せないスタイル。地雷ってなんだろうね。病んでる系だ。地雷って何から来てるんだと思う、皆さん。確かに。なんだろうね。どういう女子なんだろう。見た目はわかるけどさ。うん。そう。なんて、中身はわからない。確かにね。うん。怖いな。あ、メンヘラなのか。あー、なるほどね。あ、そういうこと？メンヘラだわ。終わったんだけど。早くない？もう終わる。遅いよ！なんで、サラさ、なんでそんな早いの？すべてに対して君より適当さが出てるからか。真剣にやってこ。真剣にやってこ、まだ。真剣にやってこ。はい。はい。寺ひな大先生。腹の横かゆいなって。サラちゃんメンヘラやん。サラちゃんは絶対メンヘラじゃないと思いますけど。サラがメンヘラだったらさ。いや、LGT を代表するメンヘラは、はるかとマシモカホですよ。わかるかも、でも。次は。次は、え、何しよう。目か、でも。目ですね。はい。アイシャドウ何使ってますか？何使ったっけ？なんかね、私、さっき、この前やった時代の自分を見たんだよ。うん。何使ったっけな。でもなんか、めっちゃ真っ赤にした気がする。ちょっと待って、真っ赤を探してくる。そら、下がパジャマなのバレちゃう。見ないで。
私もパジャマなんだけど。見ないで。何があったの？この前何使ってたっけ？赤かも。下がバレマン、バレてからちょっと。これかも。これ空持ってるよね。持ってなかった。持ってない。ハラコっち。何それ何番？19番。これ真似したテラピーの。これ？19番。あ、持ってんやん。すごい、一緒。これ使ったの？これ使った気がする。これだけ？いや、あとなんだろう。なんか適当に何か使ったかも。ね、これ、テラピーに一回あげて戻ってきた化粧品。あ、そうそう。戻ったとか言わないでよ。戻ってきたんですよ。返したの。やっぱいらない。そう、サラもテラピーから一個もらって戻した。え、戻したっけ？戻して。交換して。交換して。ちょっと、そう、交換したのに、なんかプレゼント交換して、戻した。そう、みんな、2人も返却しました。よいしょ。え、待って。赤？こっちも持ってる。赤。500円。ドンキで。言わないの、それ。ドンキで500円。なんかそれ売ってんの見ると毎回サラ思い出す。なんで？なんかこの前見てたお店で。もうね、すごいんです。意味わかんない。すごい、いい、わかんない。あんま使わないんだけども。オッケー。じゃあ、19番と赤を使っていくってことですね。はい、ではですね、19番のここ、赤のとこ、はい、を、もうまぶた全部に塗ってた。え、マジで怖くなるよ。でもなんか映像だから濃いめにしてた。あ、え、全部に塗るんですか？え、本当にやばいよ、これ。いきます。まぶた全部に塗るんですって。まぶた全部に。あ、筆で塗った方がいいよ、絶対。筆ね、忘れてきたんだ、リビングに。頑張って。じゃあ持ってくるね。何回いなくなるん？テラピがトークをつないでくれます。さよなら。500円。片方塗った。真っ赤だよね、本当に。やばい、真っ赤です。真っ赤っか、やばい。500円、よく売ってるよね、あれ。でも、あ、花ありがとうございます。パジャマでもショールームあるあるですよ。私も毎回 上しか着替えてない。下半身はパジャマ。今も下半身はパジャマです。めっちゃ変わります。なんかさ、この前の配信見てくれた方はわかるかもしれないけど、これはめっちゃ変わる。てかね、これ使ったっけ。めっちゃ変わります。サラちゃん、サラ、こんばんは。筆がなかったので手で塗ります。頑張ってください。やばくない？もう地雷じゃない？え、そんなになんの？待って、じゃあ塗りたい人じゃないのかな。で塗っていきたいと思います。はい、パジャマでいきたいと。はい、すいません。はい、これを目のまぶたに全体に塗るんですって。え、大丈夫これ？やばいよね、生で見るとやばいよね。うわぁ、これやばいよ。やばい。目ぶち腫れた人みたいな。わかる、殴られた人みたいになるよね。うん、ちょっと怖いわ。まあまあまあ、これ序盤なんかメイクっていうのは完成した時になんとなく様になってればいい。そうそうそう、そうなんですよ。そうだよ。そう、大丈夫かなこれ。でも結構私もやばいよ、めっちゃ怖い今。やばくね。待って、これさ、2人でやるとマジでおもろい。はい、じ
よいしょ。だから目はん目が何言ってたっけな。なんかやばいやんこれね。なんかラメが入ってないピンクみたいなのある。赤ピンクみたいな、なんか紫みたいな。ありますね、こちら500円。あ、それで大丈夫です。それをあの二重幅に塗りましょう。はい、どれですか。あの下のやつ、下のさピンク、これ、これか。そう、それそれ塗ろう。 OK、 それを二重幅に塗るんですって。へ、うん、ピンクなんてそうそう塗らないのに。私塗って、早く塗ったよ。え、おもろい皿、ほんとに。なんでですか、そういうこと言っていいんですか。やることすべてがおもろいよね。そういうこと言っていいんですか。それはですね、ディスリって言うんですよ。わかったんですか。マイマスカラしてないか。ちょっと待って、見せてさら。外人みたいになるね、さらやると。やめなよ、そうやって。怒っちゃうぞ。なんかアメリカとかにいそう。え、わかる。アメリカ行ってこよう。行けないけど、行ったことないけど。ダメじゃん、アメリカ行けないじゃん、サラ。なんで？英語喋んない、喋れないから。そうだよ、練習しな。ね、びっくりしちゃった、サラ。中学校の初めましての英語もできなかった。で、それやばくない？ね、見て。まあ、なんとかなるさ。なんとかなるか。まあ、メイクはね、なんとかなるか。そしてですね、まあいいか。何やったっけ、涙袋か。涙袋。下手くそすぎんさら。何？大丈夫。時代みたいな。何？涙袋行こう。涙袋。涙袋は、あ、線描く先。涙袋。あ、線描かない。線描こう。あ、線描くんだ。線描きます。はい。あ、めっちゃ濃いめに。めっちゃ濃いめに。めっちゃ濃いめに。なめくじぐらいの。そう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 。あおちゃん涙袋ね。そう、あおちゃん。あおちゃん。あおちゃんになりたい。あおちゃんが泣いたい。そう、あおちゃんが泣いたぐらい。いや、あれはやばいで。おお。おお。涙袋がない系統なのかなってぐらい涙袋はないけど、もうそんなことはね。ほら、アイライナーで描いたらどうすんのかな。ダメか、それはもういい。なめくじ並みにアイライナーで、やばくね。めっちゃ濃いめに。画面越しだから伝わる気持ち悪さ。めっちゃ濃い。そんなに濃くね。え、めっちゃ濃く。もう、お化けぐらい。お化けぐらい、お化けぐらい。ぷぷぷぷぷ。なんだ、その目は。やばいよね。じゃあ、次はこれ。ある、これあるでしょ、絶対、サラ。ある。これ涙袋に塗ります。全体的にですか。はい、全体的にです。はい、失礼。やばい、こんな人街歩いてたらやばい。怖いよね。うん、私だったら逃げるね。逃げるの。いっぱい塗りますか。あ、いっぱい塗ります。あ、いっぱい塗りまーす。なんか何でもいっぱい塗っとけば多分それっぽくなる。テラヒナさん。テラヒナさん。テラヒナさん。やめて、その顔。何ですか？
あなたがね、指示した顔なんです。おもろいね、それマジで。すごい、なんか。はい、できたよ。涙袋に、あの、さっきまぶたに塗った赤あるじゃん、キャンメイクの。それを薄く塗ります。え、マジやばくなるよ、これも。本当ですか？うん。全体的に薄く塗るんですか？はい。あ、そう。頑張ってください。はい。こちら、とても発色がいいんです。はい、薄く塗り。え？塗るよ。どうぞ。はい、そういう風に。あ、結構塗ってもいいかも。結構塗ってもいいかも。なんか気持ち悪いいざら。やべえ。地雷の子ってさ、垂れ目なのかな、釣り目なのかな。釣り目。うん。あ、確かに。垂れ目か。じゃあ無理だ。やばい、怖い。ちょっと芸術家みたいなメイクになってる、サラ。わかる。作品みたいなまぶたしてるんだけど。サラ、あれだね、眉毛とさ、目めっちゃ狭くない？ここ。この幅。確かに。やめて、ほんとに。なんかさ、このメイクしたらすっごいさ、ほり、目が引っ込んでる人みたいになってないサラ。うん、なんかサラマジでアメリカの子供。小学生、あ、中学生ぐらい。やべえ、アメリカ行こう。まあ、アメリカにもサラっていう子いるからね。いいの？よし、いけるじゃん、そんなのね。やば、なんか。オッケー。なんだろう、あと、アイラインか、アイライン、アイライン。アイラインは黒かな？アイラインは真っ黒です。私が一番嫌いなメイクはアイライナー。いきましょう。あの、全部に結構太めに引いて、でもありえないぐらい垂れ目。はるかぐらいですか？あ、はるか以上。はるか以上。もう、変に垂れてるみたいな。あ、はるか、最初のはるか。最初のはるか。最初のはるか。メイクをして、あの、1ヶ月後ぐらいのはるか。そうそう、はるか。わかりました。だいたい人に例える。はるかも。はい。やばい、やばい。アイライナーですよね。私、アイライナー吹くのも、人生で 100% 嫌だ。なんて言うんでしょうか。わかる。嫌いなんです。だって怖いじゃん、これ。怖いよね。外も怖いし、アイライナー。なんかついてるよ、そら。よく喋るのね、アイライン引きながら。まだ引いてないの。引いてないんだよ。あ、引いてないの、ね、まだ引いてないの。だから喋れんの。雷すごいし。今？うん。嘘？ちょやばい、喋れない。めっちゃ垂らす。ね、どこにアイライナーしてるかわかんないし。サラ？うん。あ、長く、あと長く、めっちゃ長く。長く？顔は長く。ちょっと今アイライナー引くとこ間違えたから今修正する。そんなこと間違えるって黒の綿棒アイライン出ないし。長くって言った今。長く。長くしてガクンって落とす。長くしてガクンって落とす。
世界一アイライナーが似合わない顔なのかもしれない。どういうこと、見せて。え、似合うじゃん、やっぱアメリカだね。アメリカの皿。アメリカン、じゃあこれから NGT のアメリカンということで生きていくことにするわ。アメリカン担当いいと思う。いいね。アメリカン、いや、そんな、はい、やっていく。はい、えぇ、ー、サラ、大変、アイライナー1時間かかる。いや、嘘でしょ。アイライナー大変なのぐらい。アイライナー、アイライナー、あ、大嫌い、アイライナー。あ、アメリカンをさらってみんなが言ってるよ。本当だ。ありがとう、ありがとう、とてもありがとう。大変なぐらいブサイクだ。もともとだが、めっちゃ長く聞けました。めっちゃ長く、はい、見せなさい。ほんとだ、めっちゃだるめやん。めっちゃ長くする。待って、取れそう。長くね、もう。とりあえず長くできたよ。できた。そしたら、あの、下にもアイライン引きます。なんかさ、この前やってなかったっけ。やってないよ。なんかここに黒目の外側からなんかこのアイラインの先端に黒で、待って、びっくりするぐらい、待って、どうやって引いたっけな。止まったって。どうやって引いたっけ、覚えてない。そうでしょ。何だって。待ってね、どうやって引いたっけ。もう一回やってくんない。あ、これだ、いくよ。怖っ。いや、ね、でもね、こうやって引いてぼかす。ね、止まってるかと思った。もうこのさ、難しいな、本当に。なんかアイラインにこうやるの。あ、こうやるってこと。そうそうそう、アイラインがこう引いてあって、あ、ここに向かうの。こういうことね、つなげちゃうのね。そう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 、分かった。そう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 、頑張ってみようか。ママ大丈夫かなって。そういう時は綿棒は何にも使える。やべやべやばい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 。どうやって、ああ、どういうこと？こんばんは。こんばんは、大丈夫ですか？そうですね。すごい、なんかこういうお笑い芸人さんいた気がします。きっといる気がします。いや、いたような気がします。いや、絶対にいます。本当に、サラの顔がさ、あんまり近くないからさ、ってやって、見づらいかもしれなぁ。いい感じ。ねえ、何？私のリングライトはですね、今あの壊れ気味なんですよね。ね、壊れちゃう、リングライトが。テラピー。
壊れたの？あ、治りました。治りましたか？あっつ。そしたら、この今アイラインの余白に、はい。アイラインのこのここ。はい。そこを、茶色で、はい、なんか茶色っていうか黒みたいな。こういう黒みたいな。そんな色あります？どっかにあるっしょ。黒みたいな色。黒、焦げ茶みたいな。私、このような黒を持っております。じゃあそれを塗りましょう。あ、あ、そういうことですね。あの、下まぶたのところにですね。目尻に。ん？はい。ここ。はい。あ、真っ黒になっちゃった。あー、もう何を言ってるんだ。もう真っ黒だよ。いきまーす。やっぱ、え、もう異次元な黒さだ。え、サラ大丈夫？これできたよ。できましたか？はい。したら、あ、もうすごいな。もう一回赤を涙袋に塗ります。え、またですか？さっきと同じ赤ですか？うん、赤ですか？また赤です。濃いめにですか？薄いめにですか？あ、なんかあの青ちゃんが泣いた後みたいになれば OK。 あー、わかりました。おいしょ、おいしょ、おいしょ。あ、こういう感じ。やっべ、こういう笑い芸人さんいるって。ほんとに。やば。遊んでるやん、こんなん。やばいね。じゃあ、そしたら、あとは適当に、ラメを。これある人。あとは適当にラメを。ただこれある。ラメ。あるよね、あるよ。え、いいな、そのラメ。これは虹色の、はい、あ、それある、サラ。あ、そうだね。そのなんか同じ、すごい映像をくれてる。ラメをまぶたと涙袋にのせます。はい、ギラギラにですか？はい、それとも、あ、結構ギラギラです。あ、そうなんです。やりまーす。はい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 。いっぱい乗せていきますよって。はい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 。はい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 。できたよ。できました。そしたら、やべ。なあったよね、あ、サラ、こういうラメ。さあ、それ誕生日プレゼント、来年の誕生日プレゼントにそれ待ってるね。分かったね、サラのサンプルここにあるんだけど。じゃあ、ちょうだい。ありがとう。取り出しまして、で、なんかそれを黒目の下に塗る。めっちゃ多めに。はい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 。バスケ部の真似。いたわ。はー、やばやばいね、これ。すごい、昔の人みたいな感じになっちゃった。すごいんだけど、ね、ありがとう。眉毛めっちゃ動くね。ん？はい、次はまつげですね。はい、もう
グリングリンにあげてください。まつげが一番嫌いなのに、嘘。大好きですっていう話な。ママのビューラーを使います。ビューンって何それ。いて、こりゃ。はい。え、もう上がったの？上がった。は？ありえないですけど。ありえないっつーのー。花より団子。花より団子。あんま見たことない。大変、眉毛、まつ毛。これ痛いです。痛いです。これ毎回まつげ眉毛挟む、ま、なんか真ん中まつげ、あの眉毛、あのまぶた挟みます。挟めます。挟みますで。おお、まつげだけは時間かかるのね。上げ方は、あ、上がりました。上がりましたか。そしたら、はい、黒マスカラを塗っていきます。はい、持ってます。はい、塗りましょう。はい、なんかお母さん二度塗りぐらいしてめっちゃ長くする。はい、わかりました。はい、まつげないんで頑張ります。はい、私もないんで頑張ります。はいはい、このマスカラなくなりそうです、もらったのに。てれん、このマスカラ誰からもらったでしょう。ゆなこ。違います。誰誰でしょう。でん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 。はい、当てて。はるか。違います。やひ。みなちでもないです。誰だい。誰でしょう。ヒントは2期生。ゆめた。違います。ちっちゃいもん。ちっちゃいもんじゃないです。さあや。違います。マシモ。違います。キカナ。違います。めっちゃ当たらないじゃん。誰だよ。ほぼ全員いってるようなもんやで。ななみ。正解です。ウェイ。もう少しでなくなるのでぜひください。ななみちゃん、嘘です、すいません。明日まつげも塗ります。ありがとうございます。何でしたっけ。下まつげもやっていきますって。はい、下まつげはこちら自分で買ったマスカラ。へえ、まつげをするのが下手くそなんだな。待って、今日めっちゃまつげ短いっていう心境ですか。はい、マスカラ買いよう。大変なぐらい私。でもできた。え、下まつげは下げますの。あ、下げます。あ、そうなん。下げれる。私はホットビューラーを使います。はい、ななみに伝えときます。よろしくお願いします。すいません、伝えなくて大丈夫です。おう、待ってて、まゆまげん。あ、ちょっと待って、最悪だ。最悪ですって。最悪です。手にマスカラが。あー、嫌ですね。暑い、この部屋。私も暑い、めっちゃ。乾かない、マスカラが。
おい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 。はい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 ダメです。はい、もうこれはダメです。はい、今からマスから。はい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 、もう大変ですね。いい感じですね。だってイエーイ、ありがとう。イエーイイエイイエイ。こうやって、ま、上もまあちょっとやっていこう。なんかさ、めっちゃやばい。まだ乾かしてんの？マスカラが乾かんのよ。乾く前。うほほほ。ババババーン。おはよう、おはよう、うさぎ。いただきます。いただきます。どうです？サラすごいね。大変だわ。はい、まあ後であげよう、マスケ。はい、オッケー、できたよ。はい、オッケーです。なんだろう、チーク。チークは何色ですか？チークはピンク。ピンク、ありました。これは誰からもらったでしょう？誰だ、なんか私もそれ持ってた気がする。でも誰からあげた、ね、やば。私あげた。うんうん、あげたな。はるかかな、誰かにあげた気がする。これはなんとですね、諸橋ひなたにもらったんです。マジで？ね、あの諸橋ひなたがくれたんです。珍しいね。珍しい。いつもね、これどこで買ったの、これ使ってもいいっていう人なのにくれたんですよ、ね、結構初期にくれた。ありがとうございます。はい、ピッチンク、チーク、チークを塗っていきます。チークは目の下に。目の下に？ここら辺。あんまほっぺじゃないところ。ここってことね。そう、ここってこと。へえ、難しいね、地雷メイクって。はい。毎日地雷メイクやってる人は毎日こんな思いをしてるんだ。いや、大変だよね。はい。へえ、ちょっと気持ち悪くなっちゃった。なんかマダムみたい。マダム。地雷に慣れてるかなって。はあ。はい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 。オッケー。オッケー。たら。ノーズシャドウ。ノーズシャドウまーす。はい、さっきの眉毛のやつで。あ、眉毛のやつを使ってるんですね。はいはい、これでで、なんか一番下ので、はい、ここと、まあなんでもいいんだけど。何一番下のって？一番明るいのってこと？そうそうそう。それでノーズシャドウすんの？うん。なんだいや。はい、で、なんだっけ、ここすごい笑われてんだけど、まあいいや。うん。ここやったよ。やったの？早っ。うん、あとここらへん。そこらへん、ここをやって終わり。早くね。で、ここらへん、うん、どこだ、さっきと同じだな。絶対同じでしょ。完了です。はい、たらハイライト。ハイライト何ですか？ハイライト、ハイライトはどうしよう。セザンヌで。セザンヌこっちにあります。え、何
ね、ずっとテーピーにあげようと思ってたパウダーがある。え、欲しいんだけど。めっちゃ欲しい。あげるね、今度。ありがとう。めっちゃ欲しい。ちょっと私、セザンヌがどっかに行ったので、ある!ありました。あるんかい。そこ見え。で、眉毛の上と。眉毛の上と。持ってる、だって。え、すごいキラキラしてた。まあ、いいや、はい、いいよ。持ってる。鼻。鼻?チュンチュンチュン。チュンチュン。めっちゃ鼻すごい。ネクキュールの上。くちゃやあご。あご。寺田のあご触ったことあります皆さん。あるわけないです。じゃあ、テレピンの、あの、フレームの人にも見てみよう。寺田の、あの、あご触ったことありますか?あります。ないですか?ないですか?あ、もしかしてないですか?あの、寺田の顎ってもう異次元の顎してるんですよ。まあみんな自分の顎を触って、で、なんかまあ普通じゃないですか。ないっすか?ないってみんな。そう。こうやって顎触っても、まあすぐ骨っていうか、まあちょっとなんかあって、ね、なんかわかんない。ヒアルロン酸みたいなわかんないけど。なんかプニプニしてんのがあって、骨がすがるじゃないですか。骨ないんですよ、寺田。わかる。ずっとプニプニしてんの。なんか、そう、触ってみてね。ぜひ、握手会じゃん。ダメでしょ。ダメですよ。触っちゃダメだけど、あの、すごい、すごいんですよ。今度触っていいですか?ハンバーグって言われたもん。ハンバーグ?なんか。あごハンバーグって。プニプニしてる。うん。でもわかる。なんか、いいと思います。寺田の顎はもう異次元なんです。はい、あの、ぜひ皆さん、あの、ね、立ち入り禁止っていう、あの、なる勇気があれば、ぜひ触ってみてください。人生一回だけなんで、もうそれをするのは。もう立ち入り禁止です、あなたっていう、自信、うん、なんていうの、なってもいいよっていう、決意を持って、あの、触るんだったらいいんですけど。そうだね。それは嫌だったら、あの、触んないでください。すいません。結構勇気いるね。結構勇気いります。お願いします。はい、で、何ですか？あそこら辺。あそこら辺ね。あ、やめておきます。あ、まあですよね。そうだね、やめといた方がいいと思う。やめてください。はい、ここ、はい、ここ、はい、オッケー。できましたか？アンパンマンみたい。はい、いいですよ。わ、すごい。鏡見たらびっくりした。ん、びっくりした。はい、あとなんだろう、リップか、リップ。リップ。リップは、結構真っ赤の。見てきまーす。どれにしようかな。はい、赤いやつ。いいですか?アリスリアン。違います。あ、やばい。あ、やばい。どっか行った。あー、リップ版も塗ります。真っ赤ですか?え、結構真っ赤ですか？私ある、これ。え、めっちゃ真っ赤やん。あかりんさん呼ばないで。あかりんさん絶対来ないから。これ赤い。あ、それ見たことある。で、それでいいよ。これだって買ったもん、一緒に行ったじゃん。あ、そうだっけ。うん、可愛くて、これ何色か分からずに買ったの、サラ。あ、そうなの、やばくない？うん、ピンクなのかオレンジなのか赤なのか分からずに買ったです。あの、見た目が可愛くて買いました。でしょ。どこで買ったんだっけ。新大久保。ああ、そう、もう街並みがもう、あの、人数多すぎてビビる街に行きました。すいません。はい、それを塗るんですか？はい、濃いめに。それだけですか、塗るの？はい。このリップ、すごい乾燥するんです。しかも、まあいいや。大変、ば、いい、ばば。ほんまそれさ。お母さんみたい、お母さん。
なんかさ、あんま変わんないね。すごいなんかママみたい。なんか休日のマダムみたいになってるよ。めっちゃ濃いめに。なんか、え？めっちゃ濃いめに。ちゃうねん。もっとさ、深い色にすればいいんじゃない？ね、わかる。深い色がないんだけど。そりゃそうだ。だって赤に使わないもの。これは？あ、いいんじゃない？ダメだよ、これ。ダメだ。これ、ミナチにもらった。あ、そうなの？すんごい濃いの。大事にしてんの？うん。これはすごい濃い。さんの周りに濃いおばさんいる。あ、いるの。うん。さんの親戚の中で濃いおばさんいるんだけどさ。うん。どうしようかなって。サンも前髪変えないと。サンの前髪癖つくからすぐ。ほら。いいね、まあ。まあ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 。でも大体あと髪の毛じゃない？まあそうだよね。髪の毛でやっぱ雰囲気出てくるから。きっと食べれそうだ。うん。ほら、テーピンの真似したやつ。あ、持ってる。え、持ってるかな。テピのモノマネした。え、私ないわそれ。誰かにあげたかも。 あるあるある。テピ、テピはそうやってザンのこと。あったよ、サラ。あったよ。あ、あった。イエイ。なんかラベル剥がしてるし。え、でもね、テピの方がちょっと可愛いの。蓋が。本当だ。それでもいい。まあいいや。なんか面白い顔してるな、サラ。髪の毛でなんとかなるよ。大丈夫。そうだね。ありがとう。でですね、今、私は目の前に櫛が、なんと、温泉でもらった櫛しかないという。まあまあまあ、髪の毛だよね、あと。すごい、すぐまっすぐになっちゃった。すごいね、サラ。サラの前髪いいよね。サラ、よくないでしょ。なんかさ、携帯さっきから曇ってるんだよね。すごい。チガラちゃんの前髪みたいになっちゃった。いいけど。どういうこと？チガラちゃんもね、前髪いいの。シュパーンってしてる。よし。ハーフツイン。で、何するんでしたっけ？ハーフツインしよう。ハーフツイン。触覚太めのハーフツイン。触覚ないんですけど。あ、ないんですか。なんか適当に長めに出して。長めの触覚ですか。内側に巻けばいいんじゃない。くるんって。見てください。重すぎでしょ。これですね、私の触覚は。短めでいきたいと思います。はい。おいしょ。アイロン温めます。やばい、やばい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 。やばいやん。なん、あの、そうですね、サラちゃんは今あの頑張ってるんですよ。頑張って、あの、頑張って、あの、頑張ってるんですけど、でもまあちょっと頑張りたいと思います。だいたい地雷の方はあの三流を身につければ地雷だと思ってる。そう、やばいやばい、そういうこと、そういうこと言っちゃいけないんです。ハーフツインってこういうことだよね。そういうことです。サンの髪の毛ね、トゥルントゥルンなんです。テラヒナと同じぐらい、今は。トゥルントゥルンだね。こんぐらいかな。何をやってるんだ、私は。こういうこと。そういうこと。なんか緩めに。なんかやる気ない感じ。あ、やる気ない。もうやる気ない感じで。難しいな。ぐちゃぐちゃやで、こんな。下手くそやな。テラピー似合いすぎだろ、地雷。
マジ？ただこれからじゃあ量産型っていうものになってくるかな。量産型極めた方がいいかも。でもあんま変わらないんだよね。いや量産型はもっと似合わんやろ。一回やったけどさ、なんか普段のメイクだった。普段かな。普段なのかな。普段が量産型なのもしかして。ちょっと待って。ねえねえ、ハーフツインってどうやってやるんだっけ。あ、こういうこと。もうここから持ってきて。そう、幼稚園児みたいになっちゃったよ。うるさいんだな、サラはテラヒナに比べると。うるさい。ごめんね、テラヒナルームの方。多分ね、サラの扱い方に困ってると思う。ごめんね。サラはとりあえず一人で喋らせておけば黙るから。そうね。そういうことはみんなね、知ってんの。実は。そう、黙らすためには、一人で喋らせて疲れさせることが一番です。相手にしないって。そうそうそう。相手にしたら一生喋り続けるんで。そうそう。皆さん、それを頭に入れてくださいね。永遠に喋ってるんで。こんな喋り、おしゃべりな女の子はね、あんまりいないと思いますよ、ね。本当だよ。私も思います。西村奈々子さんの公式 LINE から、ボイスメッセージが届きました。なんて来たのか。後でじっくりと聞きたいと思います。いい感じっすね。どうですか。知りません。知りませんか。サラさ、なんかさ、あんま変わんないんだよね、画面越しに見ると。なんでですか。変わってますよ。かわいいさ、なんか幼稚園児みたいじゃん。なんかテラピはさ、地雷だけど、サラ今から幼稚園に行く子みたい。これは前髪用です。私の前髪はこれ以上巻いたら、オンマユになります。やばいやばい、こんな犬みたい。サラ髪の毛が、そうだ、犬みたい。何犬か分かんない。幼稚園児みたい。ほんとにできたよ。でもイエーイ、完成ですね。やばい、オンマユ。あとはサンリオつければいいんですか。そう、サンリオつければ完成です。あ、サンリオつければいい。どこにつけんの。どこにつけんの。私この前すごいとこにつけたね、あなた。どこにつけます。なんかそこら辺につけてない。わかる。どうやってつけてんの。あ、こういうこと。あ、ちゃうやん。え、わかる。すごい、昭和のレディースみたいだぜって言われて、そういうメイクだよ。絶対違う。どこにつけてんだろう。地雷の人いないかな。あ、ここったか。絶対違うっしょ。え、でも前髪とかなんか触覚あたりに止めてるイメージ。ああ。こういう感じ。こういう感じかな。こういう感じ。本当におもろい。私ね、マジだるいんですけど。前髪のとこって来てる。前髪のとこらしいよ。難しい。こういう感じ。地雷がこんなに下手くそだとは思いませんでしたよ。私だ。本当におもろいわ。ちょっと待って。こんなに地雷メイク、あ、ちょっとテロップ書いてなかったんだけど。私も書いてないわ。何やってんだって思われてる。そうだね。地雷です。地雷ですはやばいな。地雷です。はい、オッケーオッケー。地雷メイクです。いや、やばいじゃん、こんな。あ、でもなんとなくできたね。うん、サラがもう地雷メイク似合わなすぎて、もう全国民の人が、地雷メイクやってる女の子に怒られちゃう。いいですか。サラ、寄って寄って。あ、でも地雷メイクだね。セーラー服っぽいからスケバン。誰だ言ったん。スケバンにしか見えないって書いてある。なんでですか。なんでですか。
なんでですか。おもろ。もうやばいよ。まあとりあえずできましたー。やばい。これはもう。じゃあスクショタイムしよう。ますか。でもぽいね。二人で並ぶと。どうする？こっちかな。やってみて。画面から見たらどうなのかな。こっちかな。同じ方向に向かせないといけない。あ、こっちか。合ってる？合ってる？合ってるのかな。はい。合ってます。あ、逆逆こう。こう。ラグがすごいんだよな。そうだって。あ、そうだ。来てる。オッケー。イエーイ。ハートになってんのかな。こうかな。合ってる。合ってるって。お。地雷の人ってどういうポーズするんだと思う？どういうポーズだろう。地雷経験者として。なんかこういう感じじゃないでも。いや、ダメだ。はい、オッケーオッケー。オッケー。はい、チーズ。オッケー、オッケー、ありがとうございます。今日はこんな芸人を生み出してくれてすごいね。でも やばいやろこんなただやっぱね、アメリカだわ。アメリカ行った方がいいよ。そのまま。わかった。名前さらでも通じるから行ってくるわ、うんうん、ありがとうございます。地雷メイクを、じゃあ次をやるときはさあ、もう、じゃあ、地雷メイクを神にしてやっていきますね。そうね。今度、サラが私に教えればいいんじゃない？わかった。じゃあ、サラが地雷メイクを教えてあげます。やばくなりそう。はい。ということで、これで今からお出かけしに行ってきたいと思います、ね。行ってきたいと思います。やばい、これでお出かけしたら。コンビニも行けないよね。もう行けない、行けない。コンビニなんて行ってる場合じゃないよ。コンビニも。まあ今だったらマスクしてるからね。ああ、まあね。まあセーフや、ね、セーフなんだ。セーフセーフ。サングラスとマスクと帽子してればいいけど。うん、もう不審者やでそれ。もう学校で通報されるやつやから。坊ちゃんメイクだって。もうやばいでしょ、それも。やってみる、今度。いや、もう絵の具とか使っちゃう。絵の具。あ、でも可愛い坊ちゃん、お猿メイクみたいなの作り出そうよ。ね。うん、テラピはこれからパンダメイクを作るそうなので塗るよ。じゃあそれができたらまたコラボ配信をしたいと思います。まあちっちゃもんクラブ のメイク研究部ですね。嘘です。そうですね。あと私一個決めたかったのがコンビ名を決めたいなと思って。なんかさ、何ちっちゃいもんでコンビ作るの流行ってんの今ね。わかんないんだけど何なんそれ。何がいいか、なんかやっぱひなさらとかはさ、うん、いっぱいいるわけじゃん、うん、いっぱいいるね。なんか何そのなんとかなんとかみたいな、うん、いっぱいいるわけだから、なんか違うさ欲しいよねっていう。確かにね。サラピン。サラなんて呼ばれてる。ヤヒから。ヤヒ。サーちゃん。あ、サーちゃんか。いや、やばいでしょ。ひな、ちょちょちょ、サーチャピン、やめる。パンダ、サル。パンダサルはやばくない？パンダサル。パンダサル。動物園。サーピン。サーピン。あ、サーピンでいいかもね。テラダサラ。テラダサラ。テラダサラ。コミタ。山寺。サルピン。サラピン生きてるよ、めっちゃ。サラピン？サラピー？サラピー？サラピーはいいね、サラピー。サラピー？サラピーって。じゃあサラピーで。絶対。サラピーで。なんか、サラピーで。じゃあおちゃらけてるけど、まあサラピーで。決定！じゃあそれで皆さん、ぜひツイッターや
インスタグラムや拡散してください。よろしくお願いします。ハッシュタグサラピー、ピーだからね、伸ばすの、ピーサラピー、テラピーはあのテラピーのピーです。テラピーのピー、テラピーのピー、テラピーのピー、サラピー、確かにカキピーみたい、カキピーみたいだよね。サラピーかわいいね。サラピーノエピーさんみたい。サラピーサラピーということで、まあひらがなの方が可愛いですよね、やっぱり。そうですね、ひらがなのサラピー。まあぜひサラピーしか勝たんでよろしくお願いします。ぽいんだよな。サラピーしか勝たん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やばい、本当の地雷の人になってしまう。ということで、あと明日ありますよね、ショールームが。ありますね、明日。明日は、なんとですね、ちっちゃいもんクラブで、ショールームをやることが決定しました。イエーイ、そうなんですよ。ちっちゃいもんクラブ6人で、もう言っていいんかな、この企画は。ダメかな、知らないけど。どうする、今、ちっちゃいもんクラブでのさ、ところで、まだ言わないにしようとか言ってた。あ、言ってた。知らない。なんか、あ、オッケーって来てた。あ、オッケーです。そうですね。やるんですよ、配信することになったの。はい、まだ、言っていいんかわからないんで、企画内容は言わないんですけど、はい、まあ、ぜひ他の人たちが言ってたら、言ってたもので、そうです。はい。はい、何時からですか？何時からですか？ 12 時でしたっけ？はい、12時からです。はい、お昼時なので、ぜひ皆さん、何でしたっけ、昼ご飯の休憩タイムに、ぜひ、いらしてください。いらしてください。はい、ということで、サラピー聞く方、よろしくお願いします。できました。できました。じゃあ、後で二人とものこちらの、なんか、私はやばい顔なんですけど、まあ、テラピーの可愛いお顔、ぜひお手を拝借ということで、皆さん。イエーイ。どうやって締める？どうやって締めますか？ただ、締めの一言言って、はい、ブチって切りましょう。あ、締めの一言でブチッと切りますでしょう、はい。ちょっと画面を用意していただいて。はい、ということで、坊、はい、ちゃん